United States, Hiroshima Toyo Carps, Nick Turley。昨年11月、広島はわずか1週間で外国人選手を3人も獲得した。今回は3人目となる新外国人選手を紹介していく。ニック・ターリー。契約金10万ドル、年俸65万ドルで契約した彼は、193センチの長身から最速156キロを繰り出す剛腕タイプのサウスポーである。一方で MLB での登板は35試合にとどまっており、その数少ない登板のデータを見ても、2017年は奪三振率 6.6 に対してフォアボール 4.1、2020年は奪三振率 8.3 に対してフォアボール率 4.6。 このことから制球力に難があることがわかる。ところで彼の経歴を見ると、2017年から2020年の間で空白の時間があることに気づくだろう。マイナーリーグにしか出ていない期間なのだろうか。いや、そうではない。実はこの期間は本当に試合に出ていないのだ。この謎めいた出来事を理解するには彼の経歴を読み解いていく必要がある。カリフォルニア州ロサンゼルス郡で生まれたターリーは、ブリガム・ヤング大学を野球特待生で入学しようと考えている時に、2008年の MLB ドラフト50巡目でニューヨークヤンキースから指名されプロ入りを決めた。全体1500人はその年では最後から3番目というギリギリの指名だった。だがヤンキースの最下位指名という評価を覆し、先発としては145キロ程度のストレート、カーブやチェンジアップを駆使して、入団から5年経った2012年には AA クラスまで昇格し、その年にはヤンキースのマイナーリーグ年間最優秀ピッチャーに選出された。この活躍が評価され、ルール5ドラフトからの指名を防ぐ目的で11月20日に40人枠入りを果たした。2013年には AAA クラスまで上り詰めるが、ここからの昇進には苦労する。2014年には AAA クラスで13試合に登板して5勝3敗、防御率 4.62、 44奪三振、43フォアボールと制球に苦しみ、オフの11月7日にはリリースされた。その後は様々な球団を渡り歩くことになり、時にはアメリカの独立リーグでプレーすることもあった。そして2017年、シーズン途中でついにツインズから念願となる MLB 初昇格が叶い、同日のジャイアンツ戦で MLB デビューを果たす。この年は MLB で10試合に登板して17イニングと2アウトで0勝2敗、防御率 11.21、 13奪三振を記録し、リリーフで最速154キロを投げながらもホームランは5本も打たれていた。それでも再建に着手していたパイレーツのピッチャー陣にはいくつかの空きがあり、特にエースのゲリット・コールがアストロズに移籍したことをはじめ、先発陣とリリーフ陣は共に手薄だった。そんなパイレーツに剛速球でインパクトを与え、投手陣の要になりうる選手としてターリーが挙げられ、春季トレーニング中にパイレーツのブルペンでポジションを争うと思われた。だが先ほど話していた空白の時間がここから始まることとなった。2018年1月29日、MLB のドーピング検査で禁止薬物の使用が検出された。成長ホルモンの放出を刺激する性能向上物質であるイパモレリンの陽性反応が出てしまったのである。これにより開幕から80試合の出場停止を受けることになり、春季トレーニングどころか MLB 及びマイナーリーグの公式戦ともに登板機会がなく、レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から外された。これだけで済めばまだマシだったのだが、2019年も怪我をしてしまいシーズンを棒に振り、2020年も新型コロナウイルスの影響で MLB の開幕が7月までずれ込んだことでブランクの期間が伸びていった。それでも諦めない姿勢が功を奏したのか、マイナーリーグの全試合が中止になったことと MLB のロースターが拡大されたことで、7月下旬にようやく迎えた MLB 開幕戦のロースターに入ることができた。短縮された2020年シーズンではパイレーツで25試合に登板し、21イニングと2アウトで防御率 4.98、 FIP 3.88、 DRA 5.14 を記録した。基本塁打率は 0.42 と好調だったものの、フォアボール率 4.6 とコントロールに苦しみ、奪三振率 8.3 も9位で押せるリリーバーとしては低めだった。一方、2020年のターリーは
ストレートとカーブの2球種を使用したが、ストレートは54打数8安打で被打率1割4分8厘、視聴打率2割5分9厘、カーブも21打数5安打で被打率2割3分8厘、視聴打率3割8分1厘と打ち崩されているわけではないところを見ると、ターリーの最大の課題は間違いなくコントロールだと言える。特にストライクゾーンに投げた球数はわずか 47.5% で、初球のストライク率に絞れば 56.5% であり、著しく悪い割合ではないものの、 NPB でもバッターが初球から見極めるケースが多くなることで球数が増え、さらに制球が乱れる悪循環に陥る可能性があり得る。逆に言えば MLB のバッターでも打つのが難しいポテンシャルは30歳を過ぎても持っているため、 NPB でもこれらの球種は十分に通用することが予想される。結局シーズン終了後に金銭トレードでアスレチックスへ移籍し、さらにウェーバー工事を経てホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、 AAA クラスでは43登板で防御率 5.02 と乱調気味だと思いきや、21フォアボールに対して60奪三振、ホイップ 1.14、被打率1割5分5厘とそこまで悪くないのと、33試合が無失点、1失点と2失点が3試合と、実はたまにある大量失点が防御率を悪くしているだけだというのがよくわかる。だがターリーの強みを語るならば、ここまで話した波乱万丈かつ分かりやすい欠点を持ちながらも諦めずに這い上がろうとする姿勢だと私は思う。その心意気をぜひ広島でも見せてほしい。